じゃあ、今から実況するでござる。パーパカパーパラパパ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 べん。はい、始まりました。スイカゲーム一本勝負。こちら挑戦者森村さん。実況は天狗。解説は森川でお送りいたします。さあ、ゲームがスタート。まずはイチゴ。第9投げた。普通の着地ですね。まあ、ここは変わり映えないんでね。まあ、いい感じに進めてけんいいのかじゃないかなって思います。お、早くも梨ができる。梨ができる。そしてイチゴが隅っこに。ここでどうするか。どう出るか。お、うまい。うまいぞ。こちら。ね、どんどんね、積み重ねていくね。感じでね、作戦ではないかと思うんですけど、さあ、どうでしょう。どうでしょう。どこを置くのか、ここをどこのか置くのか。また柿だ。柿に置いた。また、置いた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 。悩むところですね。こっち置いて、こっち置いて、ほい。おー。いちごが邪魔だ。いちごが邪魔だ。いちご邪魔じゃ、邪魔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 。さあ、どう置くんでしょうかね。森薗選手、上に柿を作りましたけど、この後どうするんでしょうか。そうですね。難しいですね、ここは。やっぱ下に溜まっちゃう方なんで、ここをどう対処して、どう綺麗にね、整頓していくのかだと思います。やっぱダブルスイカとかそういう類になってきますと、ね。カドスイカとかがいいと思うんで、いや、しかし、森薗選手、パイナップルに失敗してしまったようで、ここはいい、結構、相手にアドバンテージが来るのではないでしょうか。危ないなぁ。さあ、どうする。さあ、どうする。おっと、こちらで梨を作る。これは、パイナップルを横にどんどん持っていく作戦か。梨を上に上げて。さあ、パイナップルできるのか。パイナップルできるのか。調子はいいようだ。調子はいいようだ。調子はいいけど、これは、あら、ミスってる。ミスってる。さあ、梨が下がってきた。梨が下がってきて、これは良くない。お、上がってきた。カイドパイナップル。そして、ブドウがたくさん。さあ、この後どう対処すればいいのか、俺もわからない。それはわかるのは森薗選手だけですか？森薗選手もわからない。どうすればいいんだろうか？いちごが邪魔だ。いちご邪魔。いちご邪魔。あ、いちごが邪魔だからほっておく。もうよくあることですけど、これが溜まっていくとね、大変なことになってしまうんでね。って言いながらちゃっかり、メロンミスってますね。さあ、これを、どういなしていくのか。これをきれいにするのは、森薗選手が、どこまでね、スイカをね、熟知しているのかどうなのかですかね。ねえ。リンゴはくっつかない。おっと、これは。サクランボだ。サクランボが邪魔だ。サクランボがいい感じに、支えになってしまってくっついてないんですかね、こちらは。おっと、綺麗に言ったけど、どうなる？これはどうなる？どうなる？どうなる？おっと、今のはうまいですね。くっつき方っていうより、何ですかね。果物を一回飛ばして横に持ってく感じがいいですね。私は好きです。おっと、解説から関係ない言葉が飛び出た。さあ、どうする？どういく？どうくっつける？こちら、リンゴ。リンゴをくっつけて。おっと、支えになってしまった。こちらが邪魔だですね。梨が上に上がってきた。これはどうなるんでしょうか。あら。横に溜まって一方ですかね、これは。
と、桃ができる。桃ができる。リンゴができた。おっと、これは、桃がくっつかなーい。下に溜まっていく。これが溜まっていくとね、ゲームオーバーになっていくんでね。綺麗にね、整頓していてほしいんですが、綺麗に整頓するのが苦手なようだ、モリソンは。こちらの情報によるとね、森川選手、ちげえわ。モリソン選手、なんと、部屋が汚いようで、まあ、お部屋の主らしいんですが、ああ、吹っ飛んだー。解説の途中に吹っ飛ぶ。さ、得点は1579.1579点。1579点です。本日のスコアランキング3位ってことでね。よくよろしくないですね。一本勝負って言ったのに、2000点を超えない。こちらはね、後の選手にね、負けてしまうかもしれないですね。まあ、これからの挑戦に期待です。以上、スイカゲーム一本勝負でした。